3番、センター、福留、3割5分1厘、31本、104打点、OPS 1.091。4番、ファースト・ウッズ、3割1分、47本、144打点、OPS 1.037。これ。2006年の中日打線。うおーおーおー。これがもう17年前ってやばいな。1、2番に打てない選手持ってくるのアホやん。井端、2番の三冠王なんだが。荒木は当時でも出塁率低いから、下位におけって叩かれてた。荒木の走塁見てると、クリーンナップの前に置いときたいのはわかる。バンドでも、これぐらいの成績残せるんだよな。最近ろくな外人取れてねえから、忘れてまうわ。ウッズの窮屈な、詰まった打球が、ライトスタンドに吸い込まれてくイメージ。打順とポジションのバランスが理想的すぎる。森野もアレックスも今の中日なら4番打てそう。岩瀬、勝ててる時も打線は強くなかった。